しんどい時が伸びる時。どうも最近 TWICE にハマってる猫じゃらし谷坂です。どうも最近 TWICE にハマってる猫じゃらし吉田です。お願いします。ねえ、ハマってるのよ TWICE に。ラブということでございまして、今回の動画は、今年2022年どのコンテストに出ようかなーです。どこ行くん。去年はですねスーパーボディコンテスト、出ましたね、まあまあ記事にもしてもらったしな。そうそうそう、月刊ボディビルディングに載せてもらったしね、あとナックルズにも自分出てなかった。出てるか。ナックルズゴリゴリヤンキー雑誌やないか。こんなバイク乗って、今年もねスーパーボディコンテストに出ようということでございますよ。ただ、こう何個も出たらしんどいから持たんの持たん、なので、今年は1個に絞って、東京にね、出ようということでございまして、スーパーボディコンテスト8月の21日日曜日に行われるね、スーパーボディコンテスト東京大会にコンビで出ようかなと思っております。あとまあ10月頃に、おそらくまあ北区のフィジークがあるので、今年はそれにも出たいなという感じですね。そうね、はい、この2つにね僕たちまあ挑戦しようかなと思っております。まあまあ俺はもう違うのももちろん出るけどね。あ、すごい。なんて言った今。チャーム出るけどねって言ったけど。もう一回言おうか。チャームですよ。パン。あ、なるほど。違うのも出るけどねって。そう。はあ。何で？俺といえば何よ。ゆず。そう。ゆずのライブに出ます。おい。あ、怖い。ああ、そうか。そう。ベンチプレスの大会。なんで言うねんさっき。おい。え、何ベンチプレス？ベンチプレスの大会よ。ベンチプレス、今マックスが 25？ マックス今140更新したね。ツイッターでもなんか報告してたな。ベンチプレス大胸筋を鍛えすぎて乳首が下がった男、吉田。もう盛り上がって正面から乳首見えへんから。それ最高やけどな。ここやったっけ。ちょっと垂れとるわ。ベンチプレスの大会に出ると何月なんですか。5月。5月。ほう。5月の23かな多分。そうやと思う。間違ってたらごめんなさい。また近々ジムにいるマッチョに聞いて楽しみを。なるほどな。ただその今までジムでやってたのがもうケツ上げて、だからもう反りお腹をバーンってもう突き上げて反った状態でやってるから、それやったら記録にならない。あ、なるほどな。細かいルールがあるんですよね、ベンチプレスってね。あと変顔禁止。当たり前やろ。どこでやるんですか。でも上げる瞬間。ちょあと上げる瞬間、この上からカメラないから多分。友達でもある志田さん、ベンチプレス日本一の志田さんとかに教わる動画も上げていけばいいかな。ただね、これちょっともう黄色信号出てるというか。何急に。まあ皆さんご存知の通り、俺左利きや。まあ知らんけど。左半身、まずここ上腕、か手首、そして左の足の付け根、これ前から痛めとったね。それと付き合いながらなんかトレーニングしてたけど、それに加えて最近左のケツまで痛くなってきた。あれよ。それでも挑戦する。すごい。さすが男や。まあね。やっぱ痛いの乗り越えてこそ男やから。直したのかピキーン。あこれはもうYouTube でも、吉田君ベンチプレス、優勝への道追っていきますんで。俺が上げる時の表情もちゃんと撮ってな。どうやって。こう寝てるやろ。ここに俺がこの顔があるとですね、でもこうそんな寄ってええかな。邪魔じゃない。もうそれしゃあない。猫じゃらしコンビとして出るのはスーパーボディコンテスト東京大会、北区のフィジークで、吉田君はパワーリフティング、ベンチプレスですねのコンテスト大会に出るということでございます。はい、はい、今の体の状態はどうですかっていうことで、体の現状をね、ちょっと今から見ていきましょう。見せちゃう。はい、ということでお着替えしましょうか。ダサ。はい、どう。最近ね、移動チャリめっちゃ乗ってるんですよ。ああそうか、うん、なので、うん、有酸素めちゃめちゃやってますね。そうやな、自分徒歩10秒のコンビニ行くのにもチャリ乗ってんもんな。バカすぎねんそれ。いや言ってなかったっけ。バカすぎるやん、わざわざなあ玄関の入り口にあるチャリンコ取って、うん、その用意するのが時間かかる。うるさいな。いやだってまださ全然お肉ちゃんあるからさ。クソデブやな。誰がクソデブやねん。その大会に向けて、うん、どこをまず強化したいみたいなあんの。やっぱとっさきかな。ビーチ君。ビーチ君。どうやって鍛えるのそれ。教えてくれよ。洗濯ばさみビーンってやんねん。毎回。毎回。フリーウェイトのゾーンで。ブーってやんねん。いやもう家でやれそれ。やっぱりあれかな、肩かな。好きやな。はい、谷さんがこんな感じです。はい。はい。TWICE じゃないやろ。え？TWICE やろどう見ても。HG さんやろ。違うよ。どっからどう見ても TWICE。はい、吉田さんですね。はい。こんな感じですね。いやいや、うん、デブやん。これ今膨らましてるから普通にして、あんま変わらん。でもこう胸はあるんだよ。うんうん、日焼けだけしよう。そうよ。どう、うん、なんか力入れたら腹筋ははあなんかついてんねん。ああちっちゃいしくげやっぱ腹出んな自分。そうやねん。俺浮き輪バンつくけどさ、俺前に出んねん、うん、で自分こうやろ。そんなで俺こうやけど自分こう。そんなでさっきよりでかなってる。こんな感じでございます。はい。でも俺最近足太くなってきてんねんな。そやな、なんかええ感じだな。最近パンツの L サイズがきつくなってる。マジ？うん。この辺？あっ！俺最近護身術の YouTube 見てるから自分倒せんだよ。ほんまに。なあ。自分が寝てる時俺も喉もこうやから。違う。眠ってる時攻撃せんといて。絶対勝てるから。護身術でもなんでもない。さあということでございまして、僕たちの今体の現状でございまして。どうでしょうか。縮んだ自分身長。身長のスイーパー入ってるやんか。ごめんなさいね。いや前行くな。で背伸びすな。はい。ということでまあ吉田君はまあ胸の強化すると相変わらず。言ってないけど。言ってないか。まあでもそうやな。胸。僕はね肩をねバカみたいにでかくしたいなと思っております。いやそれで腕も太くした方がいいんじゃない。そうやねん。肩。肩でかすぎて腕細かったらきしょいで。きしょいっていうのははっきり。僕はじゃあこの肩から腕にかけてですね。で吉田君はこの胸が完全に乳首が埋没するぐらい。こうほんまに乳首ないんちゃうかなっていう。最高やん。乳首なくなる人。そう。あいや乳首なくします。じゃあ8月の21日に向けて。減量していきます。そして、5月23日のベンチプレスの大会に向けて吉田君は乳首をなくしていくと。なくしていく。ということでございまして、これからもね、頑張ってトレーニング、そしてネタを作っていきますんで、よかったら皆さんチャンネル登録、そして高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。今年は谷坂君はエアロビの大会に出ます。出へん俺フワちゃんか。